なり自由度があるというか。ああそうですね。これ動いてるんですかね。だと思うよ。この風も気持ちいい。うん、今回は鬼に焦点を当てるのだが、鬼という漢字の元気には死者の魂だと言われている。平安時代から中世の説話に登場する多くの鬼は怨霊の化身、人を食べる恐ろしい怪物であったと言われている。とある地域には酒呑童子と呼ばれる鬼の親分が本拠地を構え、茨城童子をはじめ多くの子分を統率したといい、その描写は赤毛で角があり、髭も髪も眉毛もつながっており、手足は熊の手のようで、町からさらってきた若い女性の肉を朝食していたという。今回はその鬼の住みか鬼ヶ島に行ってみようと思う。それではスピチューブ始まります。というわけでですね、鬼ヶ島に到着しました。はい、こちらがね、島の地図になります。ちょっとね、見えにくいですが、鬼ヶ島の洞窟、展望台、古墳、大手、神社、海水浴場、鬼の館、モアイ、などなど、あのね、いろんなものがあるんで、ぜひね、チェックしてみてください。かなり自由度があるというか。ああそうですね。道結構細そうですね。これ動いてるんですかね。だと思うよ。この中の内装的に動いてるんですよね。空いてるしね。鬼ヶ島の海水浴場ってすごいな。なんかこの形が鬼の角に似てるんですよ。そうやばい、坂の電動アシスト参考お願いします。風も気持ちいいし、うん、鬼ヶ島に来たんですが、そうですね、バスじゃなくて電動自転車という道を選んだんですが、こんな感じで鬼の石像が、はい、激しいな、この櫓のような感じ。動物。
入るしかない入場っていうことですよね。うん、あ、歩いてきたの？あの、チャリで来ました。あ、チャリで、はい、ありがとうございます。中はね、18度涼しいよ。あ、そうですか。鍾乳洞的な。いくらですかね？500円ですね。はい、じゃあこんなところです。どうぞ、こういったもの。おー、すげえ。洞窟入るの初めてです。マジで涼しいな、もうこれ。まあ逆に冬とかあったかいんだよね、これがね。あー、確かに18度、16度になると。あー、温度変わらない。どうぞどうぞ。あ、いいですよ。綺麗ですね。綺麗ですね。多分動画では照明があんまり綺麗に映ってないと思いますけど、なんか地元の子供たちが作ったような、確かにね、感じがねするんで、この奥はもうこんな感じで、あー、なんか壁があるっすね。うん、出ないと。おー、あの会議してると。あ、鬼にマジックで触れるなって感じあるんですけどマジで結構ね、あの昔漫画日本昔話に出てきそうな感じの、そうアニメチックな、え、これ入った、これ入ったら多分元戻るんだよね、多分。はい、でかいな、こんだけのものを。でもパーツごとに分けてこんなはい、というわけで鬼は鬼の洞窟に入ったわけですが、もう出口ということで。そうですね、出ます。いい眺めです。めちゃめちゃいいな。というわけで、はい、今回そうです、ね、鬼ヶ島の中の洞窟、はい、そう言ってみましたけども、どうでした？そうですね、やっぱり入った時が印象的っていうか、あ、すっげえ洞窟みたいな。とにかく入り口が狭くて冷たくてゾッとしたんですけど、ちょっと、うん、入ってからはなんか優しい感じでしたね、結構ね。え、しかもこれ鬼ヶ島謎の洞窟と、はい、謎の洞窟ねえ、はい、というわけで皆さんどうでした？はい、ありがとうございました。はい、ですね、この鬼ヶ島編というのは、2018年のね8月ぐらいだったかな、撮影に行きました。で、まあ、また再びね、再編集版としてまたこの、2019年の終わりに上げさせてもらいました。そしてね、ちょうど今週に入ってね、チャンネル登録者数が6000人になりました。皆さんありがとうございます。はい、これもね、皆さんの、見てくれてる、ことや、温かい目でね、見守ってくれてることがあって、やっとこさ6000人になりました。はい、まあね、本当に数とかそんな関係ないんでね、一人一人が、見てもらって、なんか衝撃とか心に残ったらなーとか思ってます。はい、で、はい、本題にありますね。はい、で、今日言ったね、鬼ヶ島なんですけど、まあこれに関してはね、鬼が本当にいたのかどうかっていうのが結構ね、謎だったりするんですけど、まあ正しい考え方的には、その、まあ、海賊が住んでたっていうことで、海賊があの山から降りてきて村の人をさらったりとか、まあ、船に乗ってその近場のね、町というか香川、高松ですかね、行って、まあ、人をさらったりしてたんじゃないかっていうような噂もあったりはするんですけど、正直ちょっとよくはわからないですね。まあでもやっぱり、ここには鬼が住んでるから近づくなとかいう噂はあったと思うんですよね。はい。まあその洞窟ですよね。だから洞窟行ったら危ないとか出てこれないぞっていうことで、その昔の人は子供たちに洞窟には行くな、あそこには何かいるっていうことで伝えていったんじゃないでしょうかね。まあね、多分もっと詳しい話とかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、気になった方はね、いろいろ本とか、見たりして調べてみてください。それではね、また、機会があったら
鬼ヶ島の方へ行ってみてください。それでは失礼します。スピチューブ裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。